ヤミンヤゴ、タッカブです。今回はこちらのアルキデスヒラタクワガタの動画になります。もうね、見た目からしてパワータイプと言わんばかりのごつさですが、このアルキデスは世界で一番挟む力が強いクワガタと言われています。他にも挟む力が強いって言われてるクワガタはいるんですけど、挟む力が強いクワガタといったら必ず名前が挙がるのがこのアルキです。こいつは体長はそこまで大きくはなりませんが、体の横幅は世界で1位2位を争うほど太いクワガタで、大顎が短い短子個体と大顎が長くなる長子個体が存在します。今回はそんな挟む力最強クラスのクワガタの顎ならどれだけの力があるのかを検証していきたいと思います。動画の後半では破壊試験もやりますが、まずはこちらをご覧ください。このクワガタの顎の力を測定する装置、学力測定器を使用して、このアルキデスの顎の力がどんなもんかを見ていこうと思います。ということで今回は81ミリの短子個体で測定していきます。はい、動画を止めて数値を確認したところ 7315g になりました。そして僕たちはこの測定した数値と測定器のワイヤーをかけた位置を測って、大顎を回転させる元々の力をトルクとして算出しています。このトルクを算出しているのは大顎の先端部分と付け根部分だと、発生する力が大きく変わって他のクワガタとの比較が難しくなるので、できるだけ平等に比較できるようにトルクにしています。そしてこのアルキデスは測定値が 7315g、 測定距離が 17.6mm、 トルクが 128.74kgm になりました。この数値だけじゃ想像しにくいと思いますので、日本のクワガタの数値も載せておきます。はい、こう見るとアルキデスがどれだけ挟む力がやばい、こう見るとアルキデスがどれだけ挟む力がやばいかがわかると思います。日本ではヒラタは挟む力が強いと言われていますが、アルキデスはそのヒラタの力を大きく上回っています。上回ってます今引いた気になったよ今。ちなみにアルキデスのここの内視、挟まれたら一番やばいところ、ここはですね、先ほどのトルクを使って計算したところ、約 12kg の力が加わる計算になります。はい、アルキデスの力が凄まじいということが分かったところで、最後に破壊実験をしていこうと思います。今回使うのはこちら、ベロトルブブ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 キャンディーになります。これをね、アルキデスは砕けるのか、実際に挟ませてみようと思います。アルキデスやったらペロペロキャンディーなんて、一瞬じゃろ、一瞬ポロポロ。これちなみにソーダ味、期間限定、めっちゃうまい。はい、はい、お願いします。うおーうおーうおー、はいはい、ありがとうございます。おー、早かったね。な、序の口ということですよ。アルキデスは強いね、このように、このように、このようにこのように、そう、このように、そう、食べてますね。美味しい、食べてはないけど綺麗、なんか本当ね、宝石みたい、マクライト宝石。はい、キャンディーを見事に砕いてくれました。そして今回はダメ元でこれ、これですね、ガラス板もやってみましたので、ご覧ください。いくよ、お願いします。いけるかこれ、どうしたらここ、
めきめきを言ったね。うん。おお。角が割れました。ガラス割るってどういうことなの？強靭すぎん。この付け根じゃないとやっぱでもうまいこと挟めれんね。うん。挟めさえすれば結構いい。ガラスも割る。うん。けどやっぱ挟みにくいからそんなね派手にバキッて割ることはできんけど、でもまあ一応ガラス割れるくらいの力っていう。すげえ。はい、なんとねこのアルキデスは端っことはいえガラス板さえも砕く力があるということになりました。端っこをちょぴっとかけさせた程度なので大々的にガラスを砕いたとは言えませんが、まあそれでも相当な力があるということは伝わったのではないでしょうか。はい、ということで動画はね今回これで終わろうと思うんですけど、今回はねちょっと皆さんにお知らせがあります。なんとですねこのタッカブ、この度このチャンネルがですねチャンネル登録者1000人達成しました。いやもうねほんとありがとうございます。ありがとうございます。今までね、コメントくださってた方とか、まあ、コメントしてないけど、ひっそりとね、見ていただいている方々、そして、ツイッターとかでもね、絡んでくれた人、ほんと、いろんな人にね、関われてね、交流持つことができました。本当にね、そういった方々にはね、感謝してます。ありがとうございます、本当に。で、コメントもね、返せていないっていうのもね、あるんですけど、一応、全部のコメントね、目は通させてもらってます。で、今後も、もっともっと皆さんといろんなところで交流したいなって思ってますんで、まあね、今後とも YouTube のコメントなり、まあ Twitter なりね、そういったところで交流できたらと思いますので、よろしくお願いします。はい。というわけで、今回は挟む力が世界一強いと言われるアルキデス平田の動画でした。今後もクワガタ関連の動画を上げていきますので、興味のある方はチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローよろしくお願いします。それではご視聴ありがとう。